車は車両の上にロケット弾を搭載しており、このロケット弾を発射することにより、敵が準備した地雷原や鉄条網を破壊して、味方の戦車を通行できるようにします。車長、北田三曹、操縦手、和倉市長が操作する7号式ドーザーは装甲化されており、味方の戦車や車両が通行できるように装置することができます。ランチャーを展開し、内蔵のロケットを発射することができます。